やれやれ、闇の力は侮れないな。アルマロスのおかげで最悪の状況は回避できたとはいえ、闇の力に取り込まれていたイーノックの体の回復には長い時が必要かもな。その間、あいつの心の迷いも晴れるといいがな。イーノックは冥界まで後を追ってきたアルマロスの力を借り、その犠牲の上にナンナと共に救出された。しかしイーノックはすでに闇の力に取り込まれ、その体内に多くの汚れを溜め込んでいた。呼んでも無駄だ。早く戻ってくれるといいが。お前のその姿、どうやら汚れがまだ残っているようだな。エルダーたちが待っているぞ。お前の意思を確認したいそうだ。落ちた魂を天界へ連れ戻し、罪を罰する。お前はそれが神の意志だと言ったな。ふん、諦めたわけではないのか。ならば早々に闇の汚れを洗い清めよ。選択は人に与えられた唯一の力。扉の向こうを確かめるがいい。長くかかりそうなのか。そうか、彼女が待ってるのに困ったやつだな。私を感じられるのか。覚醒も近いか。祈ってみろよ。お前の声が届くならあいつの立ち直りも早いかもな。まだ答えが出ぬか。覚悟、悩みが深いとは。光を目指せ、イーノック。汚れを落とすのだ。光の先の試練を越えよ。思い出せ、イーノック。奴らを知恵の実から遠ざけるのだ。
年か。私は待ってるよ。天界と地上界では時の流れが異なる。ここでの生活は地上界では数ヶ月、数時間は数年に値する。悩んでいるのか、イーノック。そうか、ならば待とう。
あとは祈るだけだね。 お前が地上界を去り、 堕天使たちは再び力を蓄えた。
私の話に。最後まで耳を傾けてくれて本当に感謝している。そなたは、そうか、そなたは神か。これで私は天に。やあ。うん。また君と間違えられたよ。聖ある者、闇を旅す死したるイシュタールの魂、聖ある者と重なりて囲われし民を解き放て。我々の命と引き換えに娘は光を得た。自らの意志で進むべき道を選択するために、思い悩み抜いた末の心の覚醒。彼女の意志と心の強さゆえになされた奇跡。気がついてほしい堕天使どもに、人の迷いは理解できない。イーノック、私は偽りの世界を終わらせる。汚れは全て落としたようだな。だが心はどうだ。迷いを振り払うため最後の試練を乗り越え。Ha ha ha!
足はすくんでも心は前進している。天界の初期間を拝命した頃、思い出すがいい。清き心は今自由な意志を選択し行使する強さを手に入れた。その心で地上界に残された人を救え。 評議会が洪水計画を完全に忘れ去るまで。
10年か。ちょっと時間がかかりすぎじゃないか。おかえり、イーノック。